こんにちは、りなこです。皆様新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。はい、ということで2022年1本目の動画はじゃん、こちら、ナノユニバースで、福袋を買ったのでこちらを開封していきたいと思います。ナノユニバースの福袋3年連続ぐらいで買ってるんですが、去年もその前もすごいナノユニバースに使えるお洋服がたくさん入っていてすごいいいなと思っていたので、今年もね買いました。はい、私はちなみに楽天で購入しました。よし、じゃあ開けていきます。よいしょ、はい、こんな感じの、おお、ずっしりと重い感じです。こんな感じの袋が入ってました。あ、そうそう、ナノユニバースって何パターンか福袋あって、そのパターンによって履いてるお洋服が全然違うみたいな感じの福袋なんですが、今回、私はパターン1番を選びました。はい、ということで値段は税込みで1万5000円です。見ないでね、一個一個取り出していきたいと思います。はい、まずはじゃーん、お、こちら、あ、え、じゃーん、こちらアウターですね。え、これ私2年前とかに買ったナノユニバースの福袋に入ってたコートとすごく似ています。あ、でもちょっと違うか、ちょっと違うけどすごく似てる。あ、すごい、でもめっちゃいいじゃん。はい、こんな感じの、こう襟がついてないすっきりとした感じのコートですね。こういう感じのベージュ、グレージュ、ベージュ、グレーっぽいベージュみたいな感じで、ボタンがね、ここお腹の部分に1つあって、中はこんな感じ、ツルツルした素材。うん、あったかい。でもこれ前に買った今持ってるやつとめっちゃ似てる。めっちゃ似てる。次、じゃん、こちら、これはセーターですかね。じゃーん、こちら、はい、こんな感じの、オフホワイトのセーターです。なんかこう鍵編みっていうんですかね、こう中に何かインナーがこう透ける、中のインナーが透けるタイプのセーターみたいな感じ。おー、使いやすそうですね。オフホワイトでちょっとこう袖が長めでくしゃっとした感じで着るみたいな袖のセーターですね。使いやすそう。このオフホワイトのこの白いセーターで使いやすいですよね。後ろはこんな感じ、シンプルな感じ、なんかナノユニバースっぽくない。使えるかな、使えるんじゃないでしょうか。はい、次、ささささささじゃーん、うわ、これはなんだ、パンツ、よいしょ、これは、あ、スカートですね。おー、はい、こんな感じのひらひらのスカート、長いスカート、これはこう、これグレーっぽいブルー、グレーっぽい水色、画面で見えますかね、グレーとブルーが混ざったみたいな色。あ、めっちゃ好きこの色、いいじゃないですか。もうウエストゴムになってて履きやすくて、あ、ちょうどいいサイズ感、このクシュクシュした感じが特徴のスカートですかね。いいじゃん、いいじゃん。もうナノユニバースってこの福袋一つでこうコーディネートが完成するよみたいなのが入ってるはず。はい、次、じゃん、お、これは、じゃん、お、あ、これはあれですね、おー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 、これもめっちゃスタンダードな感じの黒の、カットソー、黒のカットソー、中にね、冬だったら中に着たりとか、秋だったらこれ1枚で着れますよみたいなやつ。これの上にこれを着ましょうってことですかね。え、白いセーターの中にこの黒いやつ着るのかな。なんか結構ナノユニバースってこの福袋一つでコーディネートが完成するみたいな福袋だった気がするので、この
ニットの中にこの黒いやつ着ましょうってことですかね、うん、あ、でもこうやるのか、着心地が良さそうなこうリブっていうんですかね、リブみたいな感じになってて、結構 薄いけどしっかりしてるみたいなやつ。いいじゃん、これも使いやすそうですね。であと最後じゃん、お、これはなんだ、よお、あ、これはワンピースです。お、ワンピースはかわいい、なんかどこが、この肩かな、こんな感じの肩でこう着るタイプのワンピースですね。キャメル色みたいな色、ヒラヒラしてる、これすごい軽くて使いやすそう。あ、これの中にこれを着るってことですね。こんな感じ、いいじゃん、ヒラヒラヒラ、ちょっとテカテカした、ちょっとテカテカした素材です。へー、これでも中透けそうな気がする、透けそうな気がしないでもない、でもいいじゃん、着やすそう。この後ろがね、紐の後ろがリボンみたいになってます。リボンは後ろってことか、こんな感じ。以上です。よし、じゃあちょっと実際着てみたいと思います。まずはじゃん、これこんな感じ。よくあるやつですね。冬やつよく見るなって思ってたけど、あんまり持ってなかったからいいかもしれない。あの秋とかに良さそうな感じですね。ちょっと今は寒いけど、ペラペラだけど、もうすごい使いやすそうな感じです。はい、はい、スカートを変えるとこんな感じ。あ、このひらひらすごい使いやすい。なんかあの、もう私産後でね、お腹ポコって出てるんですが、まあまあでも割とシュッと見えるようなスカートですかね。いいじゃん、いいじゃん、スタンダード。これにコート合わせてみるか。これにコートを合わせると、よいしょ、はい、こんな感じ。お、いいじゃん、はい、すごいこのコートあったかい。こんな感じですね。はい、このコート高級感ありますね。この黒いやつの上にこれ着たらどうなるでしょうか。セーターを着るとこんな感じ。黒いやつの上にセーター着るとこんな感じなんですが、ちょうどね、襟がちょうどいい感じに 出ますね。はいはい。これ黒、中に黒着るのかな。ちょっと中の黒を一回脱いでみますか。黒いカットソーを脱いで、普通のベージュのこういう薄めのベージュ色の、ヒートテックを着てセーター着てみました。これでもね、全然いいですね。柔らかい、軽い感じ、こういうことでしょうか。でもこれとこれ合うのかな、ちょっと合う、これとこれが合うのかちょっとよくわかんない。これいいですね。あ、これいいわ、うんうん、いいじゃん、いいじゃん、なんか清楚系なママみたいな感じじゃないでしょうか。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。はいはい、こんな感じ。ちょっと違う。ちょっと違うか、色合い的には合う感じですかね。ちょっと違うか、これ中にセーター中に着るの変かしら。やっぱセーター上にした方がいいか、これは。こんな感じ、うん、無難な感じですね、無難な感じですね。ちなみにこれコート、前買ったナノユニバースに入ってたコートとどれぐらい似てるか、前買ったナノユニバースのコート持ってきたいと思います。これが前、その2年前に買ったナノユニバースの福袋に入ってたコートです。はい、で今回入ってた福袋のコートがこっち。あ、でもこうやって見ると全然素材違うわ。こっちの2年前のやつの方がちょっとこう、もこ、なんていうの、毛羽立ってる感じで、こっちの今回のやつはそんなに毛羽立ってない、すっきりした感じ。あ、全然こう比べると違うけど、色合いそっくり。で、2年前のやつには襟がついてて、今回のはね、襟がついてないです。はい、こっちの今回買った
袋に入ってたやつの方がすっきり着られるっていう感じですね。これが今年の流行りなのかしら。2年前、こっちの方がでも高そう、2年前のやつの方が高そうな感じする。はい、ということで今回はナノユニバースの福袋パターン1番開封してみました。はい、今回もすごく使えそうなお洋服が入っていました。はい、まあね、ちょっと私的には去年とか一昨年の方がより豪華だった気もしますが、まあでもね、使えるようなお洋服が、たくさん入っていて満足です。はい、似ているコートに当たっちゃったっていうのはね、私の苦渋の悪さだったとは思うんですが、まあね、でも1万5000円でこれだけね入ってたらいいんじゃないでしょうかね。ナノユニバースのお洋服しっかりしてるしね、どうでしょうか。はい、ということで今回はこんな感じの福袋開封動画でした。本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。バイバーイ。